ニュージーランド、ニュージーランドは南西太平洋のオセアニアのポリネシアに位置する立憲君主制国家であり、ニュージーランド王国を構成する最大の主体地域である。島国であり、二つの主要な島と多くの小さな島々からなる。北西に2 0 0 0トル離れたオーストラリア大陸、オーストラリア連邦と対する。南方の南極大陸とは2 6 0 0トル。 離れている。北は、トンガ、ニューカレドニア、フィジーがある。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。正式名称は、英語で、ニュージーランド、および、マオリ語で、アオテアロア。略称は、NZ。日本語の表記は、ニュージーランド。漢字による表記は、新ランであり、略称は、新。1980年代に、 当時の中日大使が漢字表記を公募し、父国とも表記するとしたが、定着はしなかった。ただし、21世紀現在はほとんど使われず、NZ の略記の方が用いられることが多い。愛称は、キーウィ、キーウィ。ニュージーランドに生息する鳥キーウィから名を取り、ニュージーランドのという形容詞に用いられることがある。交互でのキーウィは、 ニュージーランド人という固有名詞に用いられる。キーウィの呼び名に、ニュージーランドやニュージーランド国民を伏別する意味はなく、ニュージーランド側も認めている故障である、日本を、ミズホの国などと呼ぶのに近い。外国為替の世界で使われるキーウィは、ニュージーランドドルを示す。例、キーウィ、または、キーウィダラーは、NZ ドルのこと。為替ディーラーの間でも使われる。 ニュージーランドの面積は 268,680km である。ニュージーランド列島は艦太平洋を作り山隊に属し、北島と南東の2つの主要な島と多くの小さな島々で構成される。北島と南東の間にはクック海峡がある。北島、ノースアイランドには首都ウェリントンがあり、政府機関が集中している。 同国最大の都市であるオークランドは商業及び経済の中心地となっている。オークランドはオークランド市、マヌカウ市、ワイタケレ市、ノースショア市の4市によって構成されている。オークランドの年間降水日は100日以上で雨の多い町である。近くの観光名所として温泉地として有名なロトルア、タウポ、ワイトモ小ー道、グロワーム洞窟、 の土ボタルなどが有名である。北島は南東ほど険しい山脈はないが火山活動が活発である。北島の中での最高峰は2797メートルのルアペフ山である。南東、サウスアイランドは最も陸地面積の大きな島で中心都市はクライストチャーチ。島の中央には南半球のアルプス山脈と呼ばれる。 南アルプス山脈がそびえる。最高峰は3724メートルのクック山。マオリ語では青らき、雲を貫くという意味で、その他に3000メートル以上の峰が18ある。他にもタスマン氷がサザンアルプス、クック山、ミルフォードサウンドのような豊かな自然も有名である。クイーンズタウンは世界的に有名な観光、保養地である。 温泉地も各地に点在する。風光明媚な地形、火山、温泉、地震は複雑な活動中の地質に近する。北島の東側には北のトンガ海溝に続く海溝があり、ここでは太平洋プレートがオーストラリアプレートに沈み込み、西側の北島に火山、地震が多い原因となる。南東北部には5本の主要断層があり、南のアルプス断層に集約する。 この断層は、南東を斜めに縦断する、右ずれのトランスフォーム断層である。気候はほぼ全土が、西岸海洋性気候に含まれ、夏は涼しく、冬の強烈な寒波もない。一年を通して、温暖な気候であるが、北島、南東ともに、多くのスキー場があり、世界中からスキーヤーが訪れる。南半球の地理的、気候的な条件も好まれ。 世界各国のスキー連盟の陶器強化が敷地に選ばれている。一世帯あたりの敷地面積は約500メートル、住宅床面積は約200メートルである。ニュージーランドの北島、南東及びスチュアート島は太古から大陸から切り離され孤立したため独特の生態系が形成された。とりわけ、コウモリ類、クジラ類以外の哺乳類を全くいないことは、 特筆すべきであり、そのため、通常なら陸性哺乳類が担うべき日チを鳥類が埋める形で敵を放散し、すでに絶滅した巨鳥モアをはじめ、キウイやフクロウオウム、タカヘなど飛べない鳥による生態系が発達した。人類の到来以降、特にヨーロッパ系白人移民の入植以降は、持ち込まれた哺乳類動物、犬、猫、ネズミ、 鹿などによってこうした生態系が大きく拡乱された。現在では生物の持ち込めには厳しい制限を敷く保護政策が取られている。9世紀頃、ポリネシア人開拓者が島々にやってきていて、彼らの子孫はマオリ人と呼ばれる。ニュージーランドの東に位置するチャタム諸島に行った子孫はモリオリ人と呼ばれている。モリオリ人がチャタム諸島に ニュージーランドを経由してきたのか、他のポリネシア地域から直接渡ったのかは、今でも議論がある一方、言語学的には証明がなされている。マオリ人はニュージーランド北、南東、特に北島を青テアロア、長い白い雲の土地と呼んでいた。最初の居住者はモアの狩猟者たちで乱獲により、モアを15世紀までに絶滅させた。 モアを餌としていたハルパゴルニスワシ、ハーストイーグルとも、ワシの仲間で羽を広げると3メートルもある、史上最大の猛禽類もモアと共に絶滅している。民族の縄張りに分かれていた。マオリは海産物、植物、動物、モア、南洋ネズミ、サツマイモを食べていた。ヨーロッパ人として初めてこれらの島を発見したのは、 オランダ人のアベルタスマンで、1642年12月に、ゴーとゴーで、南東と北島の西海岸に闘病。マオリとの争いがあったために西岸を尖がえ、北上し北た南東西岸のスケッチをした。彼は、最初、アントウェルペン出身のスイフ・ヤコブルメール、が1616 16年に、発見したチリの南の土地だとい、A、土地図に記した。 1643年にヘンドリック・ブラウエルによって改めて調査され、地理の南ではないとわかると、オランダの知識人は、オランダのデーラント州にちなみ、ラテン語で、新しい海の土地という意味、英語のにあたると名付け、後にはオランダ語で、と呼ばれた。タスマンが訪れてから100年以上後、 ジェームズ・クックがエンデバーで1769から1770年に訪れた時に英語でと呼んだ。クックがおと直訳しなかったのはオランダ語の発音の名残とデンマークのシェラン島、コッペンハーゲンがある島にもちなんだためと言われる。ジェームズ・クックはその後の第二次、第三次公開でもニュージーランドを放た。その時に北島、中島、南東と名付けたが、 中島が今の南東に、その時の南東が今のスチュアート島になった。戦後のニュージーランドは、イギリスを主な貿易相手国とする農産物輸出国として発展し、世界に先駆け、幸福主国家となる。しかし、1970年代にイギリスが EC の一員として、ヨーロッパ市場と結びきが強まり、ニュージーランドは、 伝統的農産物市場を失い経済状況は悪化した。さらに、オイルショックが追い打ちをかけた。国民党政権は、農業補助政策を維持する一方、高工業開発政策を開始するなど、財政政策を行うもいずれも失敗し、財政状態はさらに悪化した。1984年、労働党のデビッド・ロンギーが政権を勝ち取ると、 国民の支持が得られなくともやるべきことは断行するとの固い決意のもと政権主導の改革を推し進めた。論理首相当時とダグラス財務大臣当時の改革はロジャーノミクスと呼ばれる経済改革につながる。主な事例としては21の国営企業、電信電話、鉄道、航空、発電、国有林、金融などを自国資本。 外国資本を問わず民営化した。大学や国立研究所を法人化し、実質無料であった学費を民間の大学と同様にした。各産業への保護と規制は撤廃され、外資のニュージーランド経済への資本参加を許可し、政府による許認可を極力なくし、官僚の数を半減した。規制撤廃、農業における補助金、優遇制度の撤廃、税制改革、 競争原理の導入、行政部門の役割の見直しなど一連の改革は、一時的に倒産件数や失業率の悪化を招き、論議は首相を下ろされたが、結果として、ニュージーランド経済は成長軌道に乗り、福祉サービスも向上した。以降、これらの改革は労働党と国民党を問わず、受け継がれ、現在のニュージーランドは極めて規制の少ない国となっている。 1990年代後半から、とりわけ環境問題、自然保護政策に重点を置き、外資に売却した鉄道会社を再購入するなど、地球温暖化対策に積極的な姿勢を示している。国内各地でエコツーリズムを開催するなど、観光政策と自然保護政策の両立を目指している。映画産業の成長により広大な自然地形は、ロケーション撮影地として、 映画産業、海外メディアにも広く利用され、ニュージーランドの広報活動にも貢献している。生態は、ニュージーランド国王を国家元首とする立憲君主制である。ニュージーランド国王は、連合王国国王、イギリス国王と同一人物であるが、王位は独立して存在する同訓連合。ニュージーランド政府、通例は、 ニュージーランドの首相の助言に基づき国王により任命されたニュージーランド総督が国王の職務を代行する。行政府の長は首相である。議会による選出に基づき、総選挙で最も多くの議席を獲得した政党の党首が選出され、ニュージーランド総督が任命する。副首相及び閣僚は首相の推薦に基づき、ニュージーランド総督が任命する。議会は一員制で、 パーラメント、パーラメントと呼ばれる。定数は120議席、任期は3年。かつては、小選挙区制を採用していたが、現在は、小選挙区比例代表併用制を採用している。投票者は、小選挙区票と正投票の計2票を投じる。投票は18歳以上のニュージーランド国籍、保有者と同国の永住権保有者により行われる。小選挙区数は、 人口分布により変動する。二千十七年総選挙、定数百二十議席では、六十四の選挙区に加え、マオリ市民の議席を保障するために設けられた、マオリ選挙区七を加えた、総数七十一の選挙区が設けられた。二千五年九月の総選挙で労働党の、ヘレン・クラーク党首、当時は、ニュージーランドファースト党、統一未来党、緑の党からの協力を得て、 革新党との連立政権を発足させた。中道の統一未来党からは、格外協力を得た。労働党、革新党の連立政権は、1999年の総選挙で、労働党と旧連合党の中道左派勢力が連立を組んだのが、始まり。労働党は3期連続して政権運営を担当した。マオリ党は、ニュージーランドの先住民が、 海岸の波打ち材や、領海内の大陸法の国有化に、先祖から受け継いできたものとも反発し、固有の権利を主張して結成され、2005年9月の総選挙で4議席を獲得し国政への影響力を強めた。2008年の総選挙は11月8日に行われ、定数122でニュージーランド国民党が59議席。 議席獲得率45%を獲得し3期9年ぶりに政権を奪還した。ニュージーランド労働党は43議席、同34%に減らし野党に転落した。以下、緑の党8議席、同6%、悪党ニュージーランド党5議席、同4%、マオリ党5議席、同2%、ジム・アンタートンズ革新党1議席、同1%、 統一未来党1議席、同1%。ニュージーランド労働党と連立政権を組んだ。ニュージーランドファースト党は、ピータース党首を含め議席獲得には至らかった。2008年の総選挙は比例併用制により2005年、総選挙より1議席増えて、定数122議席、63の選挙区、人口分布により2005年総選挙より1、選挙区増、 7つのマオリ選挙区により行われ即日開票された。人口分布により9つの選挙区で選挙区名の解明が行われた。2011年の総選挙は11月26日に行われ、暫定定数121で、与党国民党は60議席、単独過半数に届かなかった獲得で、第1党、ジョン・キー首相は2期目に入る。アクト党と統一未来党は、 それぞれ1議席で1期目から与党に協力。マオリ党は3議席で1期目から、格外協力。労働党は34議席獲得。2014年の総選挙は9月20日に行われ、定数121で、与党国民党が61議席と、単独過半数を獲得し、キー政権が3期目に入る。一方で、野党第一党の労働党は議席にとどまり、 議席数を減らすことになった。ファースト党は11議席を獲得し、この選挙で躍進した。2017年の総選挙は9月23日に行われ、定数120で総選挙での政党別議席獲得数は、中道右派のニュージーランド国民党56、中道左派のニュージーランド労働党46、ニュージーランドファースト党9、緑の党8、 アクニュージーランド党一であり、従前議席のあったマオリ党及び統一未来党は議席を失った。この結果を受けて労働党は、ニュージーランドファースト党との連立政権受立に合意し、緑の党の党の格外協力も得て、2017年10月26日に、ジャシン・ダアーダーンが第40代首相に就任した。ニュージーランドは、 女性の政治的権利を早くから保障してきたことで知られている。1893年に世界で初めて女性参政権を実現させたのはニュージーランドである。非選挙権は1919 19年から。2005年3月には女性が初めて議会議長に任命され、2006年8月までの真二人の国家元首、国王、総督と三権の長、議会議長、首相、 主席判事すべてが女性で占められた。ニュージーランドはイギリスと同様に成文憲法を持たないが、1986年建国法が国の基本法となっている。ニュージーランド軍として陸海空三軍を有する。直接的な脅威を受ける国家がないため、冷戦終結後は陸軍を主体とした三軍を再編し、本土防衛のほか、 国際連合の平和維持活動 PKO を重点活動とした。ニュージーランドはオーストラリア、アメリカなどと共にアンザス条約に入っている。アンザスの A はオーストラリア、NZ はニュージーランド、US はアメリカを表している。この条約は軍事同盟であり太平洋の安全保障が目的であるが、後に南太平洋比較地帯条約に参加。 核兵器搭載艦艇の機構を拒否しているため、ニュージーランドの加盟は有名無実となっている。アウスと化した。イラク戦争には反対し派兵しなかったが、対テロ戦争の一環でアフガニスタンやインド洋に兵力を派遣している。16地方に分かれる。以上の他に以下の地域がニュージーランドと特別の関係を有する。本記事中のデータは、これらの領土を含んでいない。 南極条約により棚上げされているが、1957年に南極ロス海周辺をロス海俗領、ロスディペンデンシーとして、その領有を主張した。ニュージーランド国王を原始とするニュージーランド王国は、これらの領土、自治領、自由連合国家、俗領によって構成されている。豊かな国土と地形から農業が盛ん。特に落農、畜産が、 坂に行われ、およそ3割の輸出品目は、農産品で占められる、乳製品19.5%、食肉13.8%、2007年6月。近年では、国際市場での価格上昇を受け乳製品の輸出が、好調。畜産を廃業し、落農へ進出する農家が、増加傾向にある。人口の10倍以上家畜が多いため、 国際的にも移植の地球温暖化対策を進める動きが出ている。羊や牛の月風、おならに含まれるメタンガスを抑制するというもので、農家からは反発もある。メタンは二酸化炭素よりも21倍温室効果ガスが大きい。また、果樹、成果物栽培も行っており、主にキウイフルーツやフェイジョア、キワノ、タマリロなどの果物やパースニップ、スウー,ード、 ビートルート、ルバーブ、リーキなどの野菜が名産となっている。2012年5月8日、オークランドの郊外にあるマウンドトゥロスキルという町で一匹のハエが発見、捕獲され、そのハエをめぐって大騒動が巻き起こされている。政府は、当時に発見されたハエがというオーストラリア原生種のハエであることを確認、発表してり、同時に、 この種の灰が果樹園を壊滅させる恐れの強いもので、あることから非常事態宣言を発令し、その地域だけでなく周辺の地域においても一切の果物や野菜の収穫、出荷が禁止される事態とった。フォンテラはニュージーランド最大の企業組織の一つであり、生産者組合組織でもある。林業、森林業が大変盛ん。対外輸出も向上。 2006年度は、およそ31億5000万ニュージーランドドルを輸出し、全輸出額の10%を占める。主な輸出先は、オーストラリア、日本、アメリカ、中国など、ラジアータパイン、ニュージーランド松が主力林。キータ、繊維版、MDF の需要が高く、カーター・ホルト・ハーベイなどの林業多国籍企業が、主要企業。ニュージーランドの工業は小規模である。 有機鉱物資源では、アタン20万トン2002年、石炭371万トン、原油150万トン、天然ガス2 4 4四千兆ジュールが採掘されているが、国内需要と比較すると取るに足りない。幸い高低差の大きな地形を生かした水力発電が国内の総発電量の54%を占めているため、 有機鉱物資源の輸入量を抑えることに成功している。例えば原油が総輸入額に占める割合は6.0%に過ぎない。金属鉱物資源では金9.8トン、銀32トン、鉄鋼45万トンが目立つ。金の採掘はニュージーランドへ移民を引きつけた最初の要因であった。1860年代に金が発見されると一気に ヨーロッパ系の人口が倍増し、主要輸出品目となったほどである。ニュージーランドの工業は、畜産物の加工が主力である。例えば、世界第3位の洋費生産、10万トン、世界シェア6.3%、2004年時点、同第4位のバター、47万トン、5.7%、同第5位の洋肉、51万トン、4.1%、 同第6位の系統2.2万トン2.1%などだ。世界シェア1%を超える生産物は他にチーズ29万トン1.6%牛肉72万トン1.2%アルミニウム95万トン1.2%製材429万立方メートル1.1%臨肥料34万トン 1.0%がある。アルミニウムは主要産出国、オーストラリアに近いこと、水力発電が60%を占める豊富な電力を生かしたものである。年間260万人以上の旅行者が訪れる観光立国である以下、数字は2010から2011統計。2010から2011統計では、 海外からの観光客による外貨獲得は97億ニュージーランドドルを記録し、国内総生産 GDP の9%を占める。広大な自然地形とロード・オブ・ザ・リングに代表される映画、環境産業が観光客の増加に貢献。政府観光局はアジア、北米、ヨーロッパで広範囲な観光誘致活動を行っている。国別統計では、 オーストラリアからの観光客が全体の45%を占め年間115万人以上が訪れている。その他、主な観光客の出身国は、イギリス22.5万人、アメリカ合衆国18.4万人、中華人民共和国15.4万人、日本6.5万人、ドイツ6.3万人、大韓民国5.1万人となっている。 特に中華人民共和国からの観光客増加は毎年2桁成長を記録しており、観光省及び政府観光局は日本や中華人民共和国などのアジア諸国からの観光客誘致に積極的である。日本からニュージーランドへは成田国際空港と東京国際空港、関西国際空港の3空港からフラッグキャリアのニュージーランド航空が 直行便を運航しているほか、シドニーやシンガポール、香港、バンコクなどから、経由便を利用して入国できる。1980年代後半より留学生の受け入れを積極的に行い、現在では、輸出項目の5番目に教育ビジネス、留学生ビジネスが入る。留学生により、年間23億ドルニュージーランドドル、2008年の 外科と教育分野で3万2000人分の雇用が生み出される。留学生は2002年の12万6919人をピークに減少傾向が続き、2008年は8万8557人となっている。2008年の主な地域別留学生数は、中華人民共和国2万579人、大韓民国1万7189人、日本、 一万六百七十六人となっている。2017年7月時点での総人口は約四百五十一万人と推定されている。人口密度一キロメートルあたりは約十七人である。ニュージーランドの合計特殊出生率は2.05人、2012年で先進国の中では高い水準である。ニュージーランドは多民族国家である。 2013年の国勢調査では、ヨーロッパ系74.0%、先住民族マオリ人14.9%、アジア系11.8%、太平洋諸島系7.4%、中東系、ラテン系、アフリカ系1.2%、その他1.7%である。2001年の国勢調査では、アジア系6.6%であったことから、 近年アジア系の急増が伺える。移民も多く、様々な名前がある。婚姻の際には、多数を占める白人は、伝統的には、男性の性を名乗ることが多いが、法的には、夫婦別姓、結合性、夫婦同姓いずれも可能である。2013年より、同性間の結婚、同性結婚が認められるようになった。国会での議決の際、 国民党の議員だったモーリス・ウィリアムソンが行ったスピーチは大きく注目され、ウィリアムソンは一躍時の人となった。ニュージーランドはキリスト教が主な宗教であるが、人口の多くは世俗的である。2013年の国勢調査によると、キリスト教が約47%、うちカトリック教会12.6%、正教会11.8%、 長老派教会8.5%、その他15.1%、その他の宗教が6.0%、無宗教が41.9%、無回答が4.4%だった。義務教育の期間は6歳から16歳までとなっている。1980年代後半から留学生の受け入れが積極的に行われているが2002年の12万6919人を ピークに減少傾向が続き、2008年は88,557人となっている。2008年の主な地域別留学生の順位は、1位、中華人民共和国、2579人、2位、大韓民国、17,189人、3位、日本、1676人となっている。ユニバーサルヘルスケアが達成され、 ニュージーランド保険証配下の政府機関 DHB が医療保険を引き受けている。財源は一般税収を原資としており NZ には社会保険制度は存在しない。都会と自然を兼ね添えた風光明媚な地であり、さらに英語圏であることや政府や自治体の協力体制ができていること、南半球にあり主な映画制作会社がある。 北半球と季節が逆であることなどから近年は映像撮影のロケーション地として需要が高い。多くのハリウッド映画がニュージーランドで制作されているほか撮影地を訪問するツアーも開催されている。ニュージーランド出身の映画監督にジェーン・カンピオン、ピーター・ジャクソンらがいる。過去に撮影された主な作品一覧、ニュージーランド国内には ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が2件、複合遺産が1件存在する。この他、地方により異なる日付でアニバーサリーデーが年に1日ずつある。旧イギリス領の歴史からラグビー、ラグビーユニオン、ラグビーリーグ、クリケット、ネットボール、ニュージーランド代表シルバーファーンズは世界的な競合、ヨットレース、1995年、2000年の アメリカズカップ優勝の競合国でもある。ラグビーユニオニュージーランド代表ことオールブラックスは世界屈指の競合チームであり、試合前にダンスの墓を踊ることでも知られる。国内ラグビーも世界屈指のクラブチームが揃い、スーパーラグビーに参加している。二千九年十月三十一日には、オールブラックス、ニュージーランド代表対ワラビーズ、オーストラリア代表の公式が、 史上初めて東京で開催された。ラグビーリーグニュージーランド代表は、ラグビーリーグワールドカップでの優勝経験があり、キウイ、キウイの愛称で親しまれている。オーストラリアのプロリーグである、ナショナルラグビーリーグには、ニュージーランドのラグビーリーグチームも参加している。クリケットは、国民的な夏季のスポーツとして人気がある。国際試合はラグビーには及ばないものの多くの、 視聴者を集めている。サッカーは1982年のワールドカップスペイン大会で出場歴がある。サッカーニュージーランド代表チームはオールブラックスにあやかり、オールホワイトと呼ばれる。近年はラグビーと同様に試合前に墓を披露するようになった。ワールドカップ南アフリカ大会予選にも参加し、7大会ぶりの予選突破を決めた。 本大会では参戦引き分けで負けず、検討したが、グループステージで敗退した。日本人選手では、ホークスベイユナイテッドの松本光平、オークランドシティ FC の岩田拓也が在籍している。ニュージーランド人初の NBA 選手となった、ショーン・マークスが有名。国内には、NBL と呼ばれる、プロバスケットボールリーグを持つ。代表はこれまでに、オリンピック出場2回。 世界選手権、出場3回を誇る。2000年シドニーオリンピックでは、アフリカ王者のアンゴラ相手に一勝を収めた。2002年世界選手権では、大方の予想を大きく上回る4位入賞と、大健闘。これには、世界中のバスケットボール関係者が驚かされ、大会最大の番狂わせと言われた。この大会ベスト5に選ばれたペロキャメロンは、唯一の非 NBA 選手だった。 2004年アテネオリンピックでは、再び一勝を挙げるのみに終わるが、2002年世界選手権、優勝国だったセルビアモンテネロ相手に 90VS87 で破り再び世界を驚かせた。2006年世界選手権では、地元日本に最大18点差つけられるも逆転勝利。パナマ戦にも勝利し、ベスト16維持した。代表チームのニックネームは、トールブラックス。 トールブラックス、ラグビー代表同様、試合前には墓を踊る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。